賞のバイク、クオリティ高い。欲しい。B 賞のブルマ、でかい。かわいいじゃないの。午後です。10月19日土曜日から、1番くじ、ドラゴンボール、ファンタスティックアドベンチャーが、販売開始されたのですが、リアル店舗すでに全滅。みんな深夜から動いてるからな。というわけで、21日17時開始のオンラインにかける。炎上中の新オンライン。開始前に、ログインだけしといたので、仕事後、参戦だぜ。しかし、一箱目、100人超え待ち。これは無理じゃん。くじ箱、2ページしかなかった。そんなに少ないのか。1ページ20ロットだぞ。結局この箱、こんな紙残り。92人待ち絶対無理。次行く。あ、箱ページ増えてる。3ページ。新しい箱に並ぶ。フル80枚で、80番目。更新したら、一気に減った。それでもあと69人目。みんなフルからはなかなか引かんな。人数は減ってるがくじ減らない。あ、ちょっと動いた。マイナス5枚。マイナス10枚。マイナス20枚。マイナス10枚。急に動き出したな。あと39人。まだ多い。更新。あれ、箱の画面。これはさっきの箱終了したな。マジか、一気に30枚いったか。あ、箱ページ、6ページになってる。もう少し、前に並ばないと引けないと思うので、新規に出てきた箱にすぐ入る作戦に変える。増えてきてよかったな、箱。更新ボタンを連打して、新しい箱を出るのを待つ。来た、5箱追加。すぐ入る。35人目だぞ。ギリギリ引ける圏内か。誰も引かないまま15人減った。一気に20人待ち。また在庫更新するか。お、ちょっと減ってる。やっとか。さらに減ってあと61枚。まだ A と B は無傷。51枚になった。 B 小ブルマが1個なくなったな。このままあと4人に。ちょっとまだ残りくじ多いな。また更新。あと2人。くじ減ってないな。また更新。一気に20枚減った。 B 小だけなくなってる。 A 小まだある。まだいける。あと1人だ。ここからこまめに更新。更新しないといつの間にか終わってて、知らずに列から外されるからな。きたー。さらに10枚減って、残り21枚。しかも A 賞無傷。マジか。5回ぐらいで決めようと思ってたが、予定変更、全部行く。でも回数制限20回じゃ。新サイトから10回買い増しチケットがあるのだよ。発動させる。最大30回まで引けるようになるのだが、今回は残りくじが21枚なので21回まで。おお。そして全部選ぶ。まあ結果は分かってるけど、開封していく。せっかくだから、順番変えて開けていく。今日は真ん中引くつもりだったから真ん中。来たー、バイク。
でも9時選択ページでも真ん中だったのかな。あと一つはどこだ。レインボー。違うんかい。2個目のバイクが出ない。どこだ。ステーショナリー多いな。バイク全然やん。やっと来た。そりゃあるわな。ラスト牛乳瓶。ラストワン。まさかこれもゲットするとは。自分でも予想外。巾着、じっちゃん一回。G ショーは全部ステッカーか。ラバー雑貨はいいのが残ってるな。一個ずつ。終わり。これは勝利でしょう。ダブルチャンスキャンペーン。3代目ぶち抜くか。ハズレでした。これは宝くじより当たらんよ。最終的に9ページまで出てましたね。次回はジョジョゴルにミスタメライで参戦予定ですが、トルナレフに出会ったメンバーが当たれば嬉しいです。引きすぎるなよ。ではでは。